ないからさ、なぜかこっち。ああ、はいはい。ここらね、時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワンよりライフサポートラジオをお送りします。先生ちょっと喋りますね。あ、 OK です。あ、ありがとうございます。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM ギノワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えします。この番組ではご意見ご感想も受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com、 数字の797@fmginowan.com。FM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。また同時放送もお送りしております。アプリリッスンラジオまたはマイチューナーという無料アプリがあります。そちらをダウンロードして聞くことができます。全国のラジオ局の中から FM ギノワンを選曲しお聞きください。完全に同じものをお楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。それでは今週は、今年も月一コメンテーターとして第4週は社会福祉士で防災士の稲垣悟先生とお送りしていきます。今日はズームでお呼びしております。おはようございます。はい、おはようございます。今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今日は天気も良くてすごく穏やかなんですけれども、1月の
2週間前ぐらいでしたかね、トンガの火災、はい、あの噴火で、うん、津波が来ましたよね、日本にも、はい、その時にちょっと考えさせられたんです、うん、いろいろそのことを今日は聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではまずあの最初に気になったのはあのあトンガで、トンガがどこかわからなかったんですけど、トンガで、うん、あの噴火があって津波の心配はありませんってまず最初に目にしたので、うんうん、はい、あそうか心配はないのか、トンガがどこかもわからないし遠くだろうから、まあ、大丈夫だろうと思って安心してしまって、うん、でそれ以降チェックしなかったんですけど、うん、で次の日の朝にいろいろなんか心配して大丈夫かみたいなあの LINE が来てたりして、うん、何がと思ったんですけど、このなんか最初に心配はありませんって言われると安心してしまいました。ああそうですよね、はい、多くの方がそうだったかなと思いますね。まずトンガの状況が極めて今も深刻でね、はい、情報が伝わらないとかね、物資が行かないとか、はい、まあ、どういう支援をしたらいいのかということになっていてですね、非常に現地の方が、大変なあのご苦労されている犠牲者もおそらく多いであろうけどもね、そういった状況にまず心配をしつつね、何か私たちでできることがないかなということをね、あの私たち県民もちょっと考えながらですね、この津波の問題もね考えていきたいなと思いますね。そうですね、あのトンガの方は東日本の津波の時にも何か助けてくださったそうで、うん、そうですよね、あの、うん、やっぱり日本と極めてねあの親しい国でね、あのラグビーなんかではずいぶんとおなじみの選手もトンガから来られて、しかもあるよね、国籍をもう日本国籍に変えられて日本代表になられた方もね多くてね、とってもなんかこうフレンドリーな、そういうイメージのね島の人たちだったんですけど、本当に早くね回復されることをね祈るしかないですね。そうですね、そっか交流もあったんですね、はいはい、それで、まあ、津波、まあ、ああいう海底火山、これ多分、ね、話では、人類のこの有史の中では、はい、多分最大規模みたいなこと言われてましたですよね。あ、この噴火がですか。相当な、うん、あの噴火だったみたいですね、はいはいはい、あの、うん、千年分ぐらい溜まってたみたいな。でなんですよね。うんうん、でまあそれがまあ、いわゆる通常の津波ではなくって何かこう、気圧の変化とかそういったものがこの海の水に大きな影響を及ぼして、はいはい、当初はこれ津波は起こらない、当然この地震という概念では津波は発生しない、はいはい、ということがあの、ね、当初明らかだったみたいですけども、はい、実は地震津波ではない何かこう気象状況がそれによって大きな変動を受けた大きな波の押し寄せがあったというような、はい、どうもそういうことらしいですよね。なるほど、このでは定義としては津波ではないから津波は来ないっていう速報だった、うんっていうことですよね。だけど実際に 気象庁のねあの0時15分に、まあ、一応津波警報津波注意報として出された後1時か2時ぐらいに気象庁の方が会見されてましたけど、はいはい、夜中にね随分とあの困られてましたね。あもうなんか津波じゃないんだけどみたいな感じでね随分と苦戦、でも全然こういうのが経験ないので一体どう表現したらいいのかわからない、ただ情報伝えるためにはこの津波警報と津波注意報というねこの津波に関するその、警報という手段を使って情報提供したというような話をされてましたけど、はいはい、あのお話しされてる気象庁の担当官の方がもうすごい変な汗をめちゃめちゃ流されてるのがよくわかるね感じだったんですね。そんなこともあるんだなと思いました、うん、でこんなことが多分いっぱいあるんですよね。人類がまだ経験していない、もう人類の歴史なんて言ってみたら
記録にあるのだけでも、日本なんかでもまあ2000年もいかないわけですよね。1500年ぐらいしかなくって、記録以外にまあなんとなくその遺跡とかで発掘されるものでも3000年から、まあ旧石器にね、行ってもやっぱり1万から2万とかね、そんな中で、この長い間の地球の歴史からするとですね、実は分かってることなんかもちょっとしかなくって、まだまだ、私たちが経験したことないことはおそらく起こるんだということをまず考えなきゃいけないということをですね、すごく突きつけられた感じしましたですね。本当ですね。なるほど。分かってることだけでもう全部分かってると思ってたら、そういうね、あれ、これはちょっと津波ではないはずなんだけどみたいなこと、いらんことを考えるっていうかね、そうでしたね。実際には来ているのに定そう義でとしたね。違うからみたいな。なるで、ほなので、ど。この時も、どうもそのね、気象台の方では、どうやらおかしいなことが起こっていると分かったのが、まあ、夜の、15日の夜8時ぐらいだったみたいな話でしたよね。で、なんかおかしいみたいなこと言ってて、もうすでに、なんかどうも津波のようなものが動き始めてるというようなことで、15日の23時台に、もう津波というかね、この大きな波、潮位変化が、すでにもう到達としてしまっていたという、ね、ことだったですよね。ちょっで、と到達してから、津波注意報、警報を、まあ、出さざるを得なかったというね、随分とご苦労された感じがね、まあ、ありありと見えましたですよ。だからこんなことがあるんだ、これだけいろいろ科学の、ね、技術を、この粋を集めてですね、観測網もめっちゃ多分ね、張り巡らしたりしてるんですよ。1960年のチリ津波で、全く情報ないままね、日本にも大きな津波が押し寄せて、まあ、結構な人がね、亡くなられたりしたことをね、踏まえて、ハワイに観測センター作ったりとかね、いろいろ中間地点にいろんなものを、設置をしたのに、多分ハワイではだから検知しなかったということなんで結局奄美で検知したんですよね。そうそう、日本列島に近い方になって初めてそういう、まあ、波という形で現れてみたいなお話を、されてた、記事にも載ってたかなという感じでしたね。チリの時も、まだ覚えてる人がいてね、名護とかで3人ぐらい亡くなられてたりとか、そうでしたね。で、まあ、本当に沖縄県だけじゃなくて、日本全国62年前のね、チリ津波は経験してるんだけども、まあ、随分とやっぱり記憶から消されていて、東日本大震災の津波でね、多くの方が犠牲になられて、町が壊滅をするようなことになった時に、少しチリ津波のこともね、教訓として考える。日本の場合はかなり遠くで起こった地震でも、まあ、津波が来る可能性はあるんだということをですね、再認識しなきゃいけないというね、機運になったけど、まあ、どうもそのあたりがまた希薄になってしまったのかそうなでというすね、本当に自分でもそう思いました。遠くだから大丈夫みたいな勝手に思ってました。ね、そうなんですよね。で、実は2010年、東日本大震災が起こる1年前にも、チリで大きな地震があったときに、津波が 沖縄に到達をして、まあ、犠牲者は出てないけども、例えば南城市で、養殖のこのいかだが流されるとかですね、被害は出たりしてるんですね。だから10年ぐらい前にもあったにもかかわらず、なかなかそういったことがちゃんと知識とか経験として残されていないということも少しあらわになってしまったなっていうね、そんな気がしましたですそうね。ですね。ツイキャス、カンパチさん来てます。おはようございます。ここ数日暖かい朝です。合図からですね。ありがとうございます。そしてカープボーイさん、ゆきり皆さん、こんにちは。津波の警報ってどこでもサイレン鳴ったのか。僕は浦添なんだけど、テレビで津波情報をずっと見ていたのに、サイレンを聞いていないっていうの、鳴ってないのか、鳴ってないのかな、とか来てますね。すごい大事なポイントなんですね。サイレンなんですけども、
ゆきさんがサイレン聞きました。私は寝てたんですけど、家の人は聞いたそうです。うん。はい。そうなんですよね。つまり、寝ている方多いわけですよ。はい。お仕事もあるしね。で、寝ている方がまず多いということが伝わっていないということですね。これ寝ている方とか、あるいは寝ていなくても、聴覚障害の方であるとか、そうです難ね。聴の方である方も当然伝わってないんですよね。そうですね。うん。で、これをまあ、伝わっていない人がそこにいるというのは、まず一つ問題だったのと、もう一つは、サイレンの意味がわからなかったという方そうです結ね。なんか聞いたことないサイ構、うん。レンだったから何だろうと思ったって言ってました。そうなんですよね。は僕はこの時、仕事を、お家で仕事をしていて、テレビかラジオの音がちょっとテレビはついてないな。ラジオか音楽だ。音楽を流していたので、なんか遠くでね、サイレンみたいなものは聞こえるなと思ったんですはい。よ。で、何かな？火事かなと思った。で、しかも最近また火事が多いじゃないですか、ね。は沖縄でもね。サイレンがもう頻繁に今なっていて、救急車の出動も多いから、サイレンも頻繁になっててですね、最初、火事かなと思ってですい。ね、遠く一の応消僕防ら、車かなみたいな。そうそう。で、僕らも一応その、サイレン聞いたら、一応確認するようにしてるので。で、窓を開けて、どの方向かをまず確認をしたら、消防サイレンじゃないんですよね。で、僕もほぼ初めて聞くサイレンだった。で、これは何を意味してるのかなと思ったんですね。で、まずラジオかテレビで確認しなきゃと思って、ラジオではですね、民放をまず聞いてみると、通常番組やってました。何もわかんない。テレビをつけると、あわあわやってるんですね。じゃあテレビをつけて初めてこれが何だかっていうのが分かって、まあ、次の行動に移したということですけども、僕も少し感じたですけども、多くの方がですね、ミサイルが落ちてくるんじゃないかと。あるいは空襲警報というふうに受け止められた方が多かったみたいですね。これは僕もそう思ったんですよ。で、僕が最初に思ったのがですね、10年弱ぐらい前かな。J アラートが配備されたんですね。これ、近隣の国からそういう、ミサイルが、ミサイルみたいなものが飛んでくるということを、まあなんか仮定して、いろいろ配備したものがあったですよね。で、もしかしてその事態になったのかなと最初一瞬思ったんですね。で、そう感じられた方結構多かったんですけども、甲この子際、園のあれみたいな感じですか？そうそう、甲子園の、試合開始のあれをもうちょっとゆっくりした感じなんですよ。うん。なんか本当にね、多くの方がもう不気味な、なんだあれみたいなね、そんな感じだったのと、あとこれがまあ聞こえていない地域もあったんですね。届いてない。で、実は僕もこれ、僕は那覇市アメクにいますけども、割と海近いです。海近いんですよ。海近いけど、まだちょっとね、中入った高台にあるんだけど、最寄りの沿岸部、あけぼのという地域なんですけども、どうもあけぼの方向から聞こえてる感じじゃなくって、遠い泊港とか那覇港の方から聞こえてる感じがしたんですね。で、僕のところはちょっと高めなので、そういう遠いところからのサイレンが入ってきたけども、アメクでも、ちょっと低めのところの人はですね、聞こえなかったというんですね。家が密集してるところとか。肝心なところが。まあ、そうそう、沿岸部からやや離れてはいるところだけども、この方たちは聞こえていなかったということ。それともう一つは、防災無線で何か言ってるのは僕は聞こえなかったんだけども、防災無線が鳴っていたというところも、まあまああったり、いや、聞こえんかったっていうところもあったりとかですね。まあ、こんなこともあってですね。で、その防災無線鳴ってるけど何を言ってるのかさっぱりわからないという方が、まあ7割ぐらい、あれ、実防感としては7災無割。線は聞こえ、何を言ってるかわからないのが多いですよね。そうですよ多いね。ですよね。結局、なんか言ってるけども、何を言ってんのかわかんわないかからいないでやっす。て思ってしまう。
のが防災無線、今のね。で、これ東日本大震災の、まあいろいろなね、犠牲を払ってですね、多くの方が亡くなったり、いろんな辛い思いをされて、残された教訓がまあ全然生きてないんですよね。なんか、防災無線だけ流しときゃ大丈夫かみたいな、そんな感じをちょっと僕は受け止めたんですけど、ね。だからあのサイレンとか防災無線とか、まあ、聞こえたところは聞いて、で何かわからないからテレビで確認してとかいう人が多かったってことですよね。そうですね。だからまあ、あのサイレンにしても防災無線にしてもですね、結局、まあ、風向きとか窓を閉めているとか寝ていたとか、あるいは障害をお持ちであるとかいうことでは、その事態がわからないですね。で、伝わっていないという人が、うん、結構いるというのはすごい問題だと思うんですよね、うん、国民保護法とか作ってね、全ての国民を守るんだとか言っておきながら、実は肝心な情報が伝わっていないということをもっときちんと検証されて、うん、対策として生かされていくべきだと思うんだけど、どうもなんかそんな感じはしないですね。そうですね。それであと、あのスマホを確認して、あの、速報、メール速報が来ている人がいたんですけど、そうそう、それはちょ、私は来てなくて、うん、その話をね、この番組前に伺ってる、はい、超びっくりして、はいはいはい、僕らはあの来てなかったし、僕の周りでも聞いてなかったし、それから、昨日 RBC の番組でもこのお話をした時に、うん、リスナーさんからその、緊急メール速報があったという話はなかったんです、ね、あ、そうですか。でもあのギノワンでもばらつきがあったみたいで、うんうんうん、しかもばらつきがあるって意味わからんですよね、はい、そうです、何のばらつきなのかなって、うん、はい、ちょっとそれが謎、うん、ね、謎ですよね。だから、まあ、謎のまま残されるんじゃなくてちゃんと解明してほしいのと、うん、まず緊急定義ですよね。サイレンの定義、このサイレンは何のサイレンか、はい、それから緊急メール速報 を発信する定義が伝わってないので、そう、県民としては行動のしようがないわけよね。うん、うん、で、サイレンに関しては、沖縄県民は実は津波のサイレンに慣れてないんですよね。だって聞いたことがないからね、ほとんど。はいはいはい。だからまず、うん、サイレンの定義をもっと周知しなきゃいけないですね。サイレンが鳴ったらどうしましょうということを、まず工場側がある程度示してくれて、市民側もやはりね、あ、サイレン聞いたらまず何らかの形で情報確認をするんだ。防災無線が鳴ってたら、はいはいはい、まず危機感を持って何かの情報源を確認するんだというね、はい、行動パターンを作らなきゃいけないけども、そうですね、まあ、そこないんですもんね。そうですね。なんか防災無線をが流れてるのを聞いて逃げましょうぐらいなことになってるから、で緊急メール速報も一体どういうようなケースで流れてきてどなたに流れるのかみたいなこともよく分かってないので、やっぱりこういったことは今回を機会に改めてちゃんと市民に周知をされるべきだし、市民側もそういうようなちょっと異変を感じるような、サインをがあればですね、直ちに確認をして次の行動を考えるということをしないと、まあ、今回のことは別に大事にならんかったけどね、はいはい、うん、あの津波の場合は注意報から警報に格上げされて、岩手なんかもそうでしたよね、はいはい、高知もそうだったのかな。それから注意報でやってもですね、やはり津波来る可能性は十分あるわけなの、ね、注意報って言っても津波だから、うん、で言ってそうなんですね、ね、はい、で、うん、でそもそも注意報という考え方がちょっとなんか違うんじゃないかなと思うんですよ。例えば沖縄だと波浪注意報とかね、大雨注意報とか、あの強風注意報とかね、つまり、あ、まだいいや、みたいな。はいはい。これが警報になったら動こうみたいな概念じゃないですか、注意報。ああ、ね、じゃあもう全然違いますね。うん、はい。津波の場合はもっと注意報の段階から警戒感を持って、もしこれが警報になったらどうするんだとかね、もう注意報の段階から沿岸部は逃げなきゃいけないとか、うん、あるいは、津波というのはですね、第2波、第3波の方が強い、高い、大きな波になるという。はいはい。ことをまず知って行動しなきゃいけないし、そういうことをもっぺん考え直さなきゃいけないですよね。あのしばらく続いて解除されなかったのは、その第2波とかこの引きとかがあるからっていうことだったみたいですね。そうそう、だからあの解除はもうなかなかされないんですよね、はい、こういうのってね、はい、ただ
サイレンと、あれ、防災無線がですね、まあ、3、4分なって終わったから、多くの方は多分、ああ、終わった。で、安心してしまうみたいな。はいはいはい、うん、へえ、継続してそれは何かやっぱ発信しなきゃいけなかったんじゃないかな。ああ、うん、なるほど。あ、ちょっとでそのねサイレンを聞いてちゃんと逃げた人たちもいるんですけど、その時のまた問題をちょっと CM 挟んでお伺いしたいと思います、はい、うん、あ、 CM 挟んであと1分しかないですそれは素晴らしい、すいません、どうしようそうか、 CM あったんですね、この番組。ちょっと間に一旦1分しかない。まあいいや。そうか、でも確かにな。本当あの真っ暗の中では音が頼りだから、うん、本当に、うん、音で知らせるのは大事だけど、それも寝てたら気づかんし、どうしたらいいの、うん、音聴覚障害の人もいるしですよね。あ、じゃあ CM が5秒で開けます。はい。ライフサポートラジオ、カプボイさんから、あの逃げる人もいっぱいだったので渋滞が問題になったって聞きましたと来ております、うん、はい、これ難しかったですね。あの車を使わない方がいいということになってるけど、やっぱり使わざるを得ないケースもあったりとかね、はい、そこは判断難しい。それから、まあ、避難所にやっぱりね、車で行く場合も避難所に行かない方がいいですね。あのもっと車自体が分散するような感じで、避難所のない方向の高台にともかく車の下にも逃げるとかね、もし車で行くんだったらね、そうやってもう集中させないことが大事ですよね。でも高台でなんかこうショッピングセンターとかがすごいいっぱいになったりとかしたみたいですね、うんうん、どうしてもそこにみんな集まりますもんね、うん、駐車場のあるところにとかって思って、トイレのあるところにとかって思うから、そうじゃないということも考えなきゃいけない、ね、はい、いろいろ考えさせられたんですけど、もう時間になってしまいました、うん、すいません、はい、すごい途中みたいですけど、また来月よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、今日稲垣悟先生でした。ライフサポートラジオお送りしました。ありがとうございました。はい、これあのやっぱりね、関心がある方多いんですよね。一体どうだったんだ、うん、でもその後あの後追い報道もないし、行政がそれでちょっとどうしよう、県民に新たに呼びかけるみたいなことしてないですよね。これはまずい。議員ももっとやっぱり追及してほしい、これに。うん。うん。聞いてみて。うん。そうそう。そう。だからコミュニティ FM もこういう時どうしたらいいのか。コミュニティ FM にそこの義務はないんだけどね。別にね。そういった義務はないけども。しかし、情報伝達がこの低たらくでは、ね、コミュニティ FM がどうするかっていうのありますよね。はい。じゃあ、お疲れ様。失礼します。はい。